はい。どうも皆さん、こんばんは。モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、それからアルトコインの状況ですね、全般的に見ていきたいなというふうに思います。今日が2021年の6月の22日火曜日ですね、今が20時8分を回ったところです。えー、今日もですね、仮想通貨市場の動向、それから日経平均株価の状況、えー、それから注目のニュースですね、アップデートしていきたいなというふうに思います。じゃあ、まずはですね、今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思います。えー、ビットコイン今ですね、349万ということで3%。まあ、今日に関してはそれほどですね、動きがなくて、えー いじり、下に行ったり上に行ったりということで、スーパーセント内のですね動きが展開されていたと、いずれも同じような感じですね。その中で大きく下げているのは、同時コインだったりとか、ポルカドットだったりとかですね、それから体のエラーに関してもですねえ大きく下げてきているという風な状況です。全面的にです相総期間のような形になっているわけですけれども、今日の動画では、ですねビットコインが今後、ですねこの下げがどこまで続くのかというところをですねえ僕らの考察を踏まえながらアップデートしていくのと、あとは、アルトコインに関しては、ですね直近の動画でも、これを超えてきたら結構まずいよっていうラインをですね、 えー、まあ設定して見ていったわけですけれどもそこがじゃあ冷やしレベルでですねどういう風な展開ですねそまを抜けるかどうかというところも含めてあとは前後の関係なんかも見ながらですね今後長期戦略をしていく中でですねどこがまあ買っていくポイントになるのかというところもですねアップデートしていきたいなというふうに思いますそれではですね今日も日経平均株価の状況から見ていきたいと思うんですけども日本経済新聞さんのニュースですね日経平均株価は大きく反発してきました終わり値がですね873円上がりました ということで合営業日ぶりに反発しまして前日比で言うと3.12%までですね上げてきたということで、えー、すごい上げ場となったということですねただまあ昨日もですね3%以上下げてきておりましたので、えー、まあその自立反発を期待した買いがですね大きく入ってきたというふうな状況となりましたえー、それからまあダウンに関してもですね昨日に大きくね上げたという状況がありましたのでそういったところも背景に、えー、今日のですね日経平均上がってきたかなというふうな状況ですねで今日の日経平均に関しては225銘柄すべてが上昇したとで当初一部の中 でも9割超のですね銘柄が上げてきたという風な状況です前日のアメリカの株式市場の戻りを受けて金融緩和の修正観測を材料にした株安は過剰反応だったとの見方がですね浮上しまして東京市場では前日に先がきつかった景気敏感株を中心に買いがですね入ってきたという風な状況がありますであとはですね今週注目なのが日本時間23日未明今日の夜の夜中のですね日本時間の午前3時ですね3時からですね FRB のパウエル議長が議会証言を行うということ がありましてまあそのですね証言を見極めたいとの雰囲気もあったということですね市場ではアメリカの金融緩和の縮小が今後具体的にどのように進んでいくかは完全には織り込んでおらずしばらくは神経質な展開が続くという風な、ね、声も出ているということでまあ、しばらくはですねこういった重要人物のですね発言がまあ注目されてくるんじゃないかなということですねまずは今日の未明ですね23日の午前3時からのパウエルさんの発言でですねしっかり注目していきたいなという風に思いますまあ、この辺りは明日のですね朝の相場分析の中でピックアップしていき そのパウエルさんなんですけれども、FRB 議長はです、ね、インフレは目標に向け鈍化しているということで、えー、供給不均衡の解消でということですね、この,今日のブルームバーグさんの記事で報じられているんですね、こちらをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、えー、FRB パウエル議長は、アメリカのインフレは加速したが、供給の不均衡が一旦解消すれば、連邦準備制度の目標である2%に向け、落ち着くだろうと証言したということですね。えー、パウエル議長22日のの会会会員特別公聴 中でアメリカ経済の再開に伴う消費の回復と原油高に言及しインフレはここ数ヶ月で顕著に加速したとの認識を示す一方でこれらの一時的な供給の影響が弱まればインフレ率は我々の長期目標に向け再び鈍化すると予想しているという風な発言をしたということですね事前に準備していた証言テキストの内容が21日に公開されたということが言われておりますで22日ですね今日のその夜,夜の3時の公聴会の中では景気回復ペースや連邦準備制度が緊急時の金融政策をいつまで継続するかに関し し、議長の見解をより深掘りするような質問を期待する、えー、投資家が、えー、質疑に注意深く耳を傾けることになるだろうということで、その辺りがですね今日の注目ポイントかなというふうにです、ね、言われております。パウエルさんは雇用の見通しを引き続き楽観し、えー、新型コロナウイルスワクチンの接種が進み、現時点で下押し圧力となっているパンデミック、世界的流行のです、ね、関連要因の一部が緩和されれば、雇用の伸びは今後数ヶ月で上向くはずだとの予想をです、ね、示しているということで、まあ、テーパリング議論をです、ね、前にしまして、今後のです、ね、雇用の 伸びっていうところももう大注目ということでしっかりですね指標としては追っていかないといけないかなというふうに思っております。えこれここから仮想通貨関連のですねニュースをいくつか見ていきたいと思うんですけども、え一つ目はですねブルームバーグさんの記事でビットコイン3万ドルを割れるなら大打撃ということがですねえブルームバーグさんの記事の中でも報じられているという状況でしてデルタエクスチェンジの CEO の方は3万ドルを決定的に下回ればセンチメントへの大打撃となり仮想通貨市場全体で大規模な売りを引き起こす可能性があると警告したと指摘したということですね。で後は。あと コインポストさんのニュースですけども、ビットコインのですね採掘機械が、えー、中国からアメリカへ空輸されたというふうなです、ね、ことが報じられております。まあ、ここからですね中国のマイニングが、まあ、全面的にね禁止されていく中で、アメリカとか、えー、外国へのですね移転が、まあ、どんどんですね進んでいくということで、まあ、ハッシュレートもですねかなり今ね下がっている状況ではあるんですけども、まあ、今後ですね移転が完了していくにつれて、えーまあ、しっかりね戻ってくるんじゃないかというふうにです、ね、思っております。で今日のののででですすねねコ、えー、コインポストささんんネ、ね、ク中 株式会社のサニーさんがですね、めちゃくちゃ分かりやすくね、えーまあ、やり取りされている動画がありますので、ぜひこちらはですね、見ていただいた方がいいかなというふうにですね、まあ、個人的な話ですけど、まあ、本当に分かりやすく解説されておりますので、ぜひね、見ていただければというふうに思います。で、あとはですね、コインテレグルフジャパンさんのニュースですけれども、ビットコイン弱気になるんじゃないかっていうふうなです、ね、ツイートを僕のですね、朝の分析の中で取り上げさせていただきました。えー、クリプトクォントの CEO のですね、ジュ・ギオン CEO ですね、えー、この方なんですけど、僕いつもキーさんって呼んでましたけど、これギオンって読む ジュ・ギオンさんらしくて、まあ、僕の知識のなさがです、ねえー、露呈してしまったわけですけれども、まあ、ギオン CEO はです、ね、ツイッターの中でクジラと呼ばれる大口投資家が、えー、保有しているビットコインを想通貨取引所に送付していることがデータから明らかになったためだということで、えー、かなり弱気になっているということを言ったんですね、1、まあ、つの指標が未来を確定するわけではないが、想通貨市場に何かが起きるだろうという,ふうなです、ね、ツイートをしたと、ただこのツイートに関してはです、ね、えー、著名アナリストであるウィリー・ウー氏をはじめ、まあ、いろんなアナリストが批判しているというのもまあ事実としてあって、 チャートを拡大して公表できるかと2017年の強気相場と比較したいという風な感じでウィリー・ウーさんもですね独自の見解を述べてきたという風な状況だったんですね。で今日はですねウィリーさんがグラスノートさんのデータを主に用いてですね連投してツイートされているということでここをちょっとね見ていただきたいんですけれどもこちらは誰も売っていないという風なことを言っていましていわゆるビットコインの大口ですね1000から1万 BTC 持っているようないわゆる大口と言われる方たちがこの紫の水準ですね直近の 安値のところで、まあ、どんどんね、えー、こう売っているような状況ではないし100から 1000BTC の方たちも同じだというふうな状況ですね、まあ、これからずっと続いていてですねこれもそうです、ね、10から 100BTC の方たちも、まあ、どちらかというと上げている状況ですし、えー、1から 10BTC の人もかなりですねここが買い込んでいると、えー、それからですね0.1から 1BTC の、あのー、かなりね小口の方たちもどんどん買いましているというふうな、ね、状況が、えー、まあグラスノードさんの記事からですね見て取れるということを言っています、えー、それからですねこちら エンティティーズネットグロースなのでビットコインアドレスを持つ、まあ、個人だったりとか法人だったりとかねそういう市場参加者の増加をですね示すグラフになっているわけですけど、まあ、ここ直近でですねこれまでになく強力にですね成長してきていると増加してきているということもですね言っているわけですねなのでまだまだですねここからは強気相場になる可能性はあるんじゃないかっていうことがですエ、ね、ビリーさんのデータからも、まあ、グラスノードさんの、ね、データからも読み取れるということがですね少し白いの明るいデータなんじゃないかなとはです、ね、思っております ただね、ま、あ逆に言うと、今ですね、こういう風に買い増しているっていう風なデータが出ている中で、価格としては上げ切れていないという状況なわけですよね。まあ、いろんなデータを見ながらですね、今後の先行きを、まあ、あの、見ていかないといけないわけですけども、まあ、一つ参考程度にですね、えー、見ていただければいいんじゃないかなという風に思っております。では、ここからですね、チャート分析の方入っていきたいと思います。はい、それではですね、まずはビットコインの今日は4時間足でですね、見ていきたいと思います。今のビットコインの価格31,500ドルまで下がってきておりまして、えー、日本円で言うと、だいたい348万円ぐらいのところまでですね、下がってきて っってきててきいいるととうなな状況となっておりますえ今日、ですね一時的に上げていのはもう少しね上げてくれば結構ねショートの絶好のチャンスになったんですけどなかなかですねそこまで上げきれてくれなかったということで、まあ、あの水平線的にです、ね、ここの辺りですねここり3万3900から3万4000ぐらいのところまで,です、ね、上がってくれば本当に絶好のですね売り時になったわけですけどなかなかですねうま、えー、くはいかないというのがトレードの世界ですよねえそ,そういった中で、まあ、中途半端にです、ね、上げたんですけどそこから一気にですね全戻しになってきているということで引き続きですね悲観ムードが漂ってきていると。 いう風なな状況となっておりますす、まあ、ボックスですね以前から円建てチャートの中でボックスをですね示させていただいておりました、で以前はですねもう少し高い位置でボックスを引いておりまして、多分ねこの辺りで引いていたんですけど、えこの辺りでですねえラインを引いていたんですが、ここですね大きく下げてきたので、えーまあ、今回に合わせてですね引き直していくとで、今回下げたポイントがですね、まあ、344万円付近が最安値になっているんですが、まあ、このレベルというのはここのですね直近最安値、それから前回の最安値、ですねそれからまあ5月19日の安値ですね。ここういったところが 全て並んでいるラインになってくるわけなんですねなのでここのですねだいたい価格としてえ342万とか3万とかですかねそういったところが直近めちゃくちゃ注目されてくるという風な状況ですよね、まあ、その下限値にいりますのでこのボックスの中の下限値までですね今下げてきているという風な状況ですでやっぱりボックス相場を抜ける前の移動平均線の形状っていうのはですね僕結構ね注目したりするんですけれどもやはりまあ直近のところで密集からのデッドクロスが起きてそして移動平均線が拡散に 向かっているまあ要は下落トレンドがですね今から始まろうとしているという風な状況からのボックス加減ですのでやはり抜けていく可能性は十分考えられるんじゃないかなと思っていますなのでやはりですね今からまたねここは下げ込んでくる可能性がやっぱり十分ね考えられるというかそういう風なシナリオをですね持っておかないといけないかなという風に思っておりますで今ですねまあドル建てチャートで見ていくと過去のですねこの下落の平行チャネルの中でもうすでにですね動いてきてるわけなんですけど、えー、直近言っていましたねこの中線の中でまあ、ね、あのサボされるかどうかという風な展開で直近まあこの この辺りのレンジで,ですね若干こうサポートされているという風な状況があるんですけれども、なかなか上に上がってもですね水平線や移動平均線の密集、それから、えー、この平行チャンネルの下限、えー、上限を切り下げているライン、ですねこういったところも、まあ、あって、ですねなかなかああの上がっていくことができないと、むしろ上がってきた相場というのは、えー、やっぱりショートはです、ね、狙ってくると思いますので、やっぱりなかなか、ね、ここからっあの売っていけないですよね、怖いですよね、えー、しかもここの直近で,です、ね、何回もサポートされているという状況がありますので、やはりここでショートに入るのは、まあ、リスクも高いということで、今から 例えば、明日に向けて一時的に戻す相場があればそこは絶好のまあチャンスということでショートがですねまた入ってきて引き続き上には重たい展開が続くというのがですね直近のまあ動向になっていくんじゃないかなという,ふうに思っておりますそんな中で、やはりですねここのまあ意識されているこのラインですねドル建てチャートでいくとまあ3万ドルまで下がっていますのでまあ直近ですねここのラインは割り込んでいって3万ドルでのまあ勝負ですねえそういった展開になる可能性がまあ十分考えられるということで,まああのそ,うですねそこも割って例えばこの下落の平行チャンネルの加減 で昨日の動画でも言いましたけど2万8000、7000から2万8000ぐらいのところですね、ここが直近でですね、まあ、意識されているラインの、まあ、一番初めという風な段階ですよね、大体拡大で言うとこの辺りなんですけど、2万7000から2万8000ぐらいのところですね、はい、ここの辺りまで一気にです、ね、下げ込んできて、また横ばいの中でどうなるかという風な展開になってくる可能性が、まあ、見えてきたんじゃないかなという風にですね個人的には思っております、日差、まあ、しレベルでもですねマックっ暗が出てたりとかということで、かなりですね悲観的なムードはまだまだ続いていくということで、 1一つ、今の水準、ですね3万、えー、ドル建てで言うとここですね、3万1000ドルですね、えー、ここを下抜ければ一気にですね3万ドルまで急落して、えー、そこで本当の勝負、ただ状況としてはですね非常に悪い状況になってくるということで、まあ、ボラティティも大きくなってくると思いますので、そこはしっかりね、えー、警戒しつつ、ただね、あの平行チャンネルの下限値までのそ、えー、下落ですね、そこは想定しておかないといけないかなというふうにです、ね、今のところは思っております。えー、続きまして、ーサイムですね、ここから冷やしチャートで見ていきたいと思います。 はい、えー、こちら、ですね冷やしのイーサリムのチャートですね、えー、まあ、イーサリムに関しては直近のですねここのボックスも抜けてきまして、まあ、2000ドルでもいいですけど、2000ドルをですね大きく下抜けてきて、200日、同平均線にタッチしたという風な状況で、なんとかまあ下げ止まっていますが、えー、まあまだまだですねここはまあ気を緩めることはできない状況だなという風にですね思っております、まあ、200日、同平均線抜けてくると、結構ね、えー、相場の目線もかなり変わってくるんじゃないかなと思っていまして、引き続き、ですね下落の、えー、この強さはですねしっかり確認しておかないといけないかなという風に思っています。 でやっぱり日足で,です、ねまあ、どの通貨も大きく下げてきているわけなんですけれども、日足でこういち早くです、ね、反発を築いていくという,ふうな指標としてはです、ね、5日移動平均線、僕は結構、ね、ここを指標に見ております、まあ、5日移動平均線で、えー、直近です、ね、ずっとレジスタンスされていると、でまあ、ビットコインなんかもそうです、ね、直近のところで 5,、えー、5日移動平均線です、ね、ここの緑のラインでレジスタンスされて全然上に行けないという,ふうな状況が続いているわけなんですけれども、まあ、こういったところをです、ね、ブレイクしたところから短期的な反発が起こるかもという,ふうな指標にしても、ねえー、いいんじゃないか なないかなといかととうことですねで、まあ、今のところ、ですね今日若干反発したもののこの上ヒゲですからねかなり、えー、まずい状況になってきているかなということで、やっぱり一時的にですね次の目標ポイントとしては1400ですね、えー、この辺りもまあ、そうですねここが直近でかなり意識されていまして、えー、1800ぐらいのところですね、はい、まあ、ここ200日移動ひげでも被っているということで、ここで、まあ、一旦サポートされる可能性はあると、で直近のところでね何度かこ,この辺りまでの水準までですね一気に下げて戻したという相場がありますので、えーまあ、一時的にです、ね、ここで若干錯誤され される可能性はあるんですけどやはりまあこの辺りと違うところはですねここはヒゲで戻っているんですけど1本前の昨日の値動きでですねもう実体レベルで2000ドルを大きく割ってきてしまっているという状況がありますのでなかなかこの下げはですねとどまることができない相場になっているんじゃないかなと思っていますなので1700、800っていうところを割り込んでいくということで次の目標ポイントは1400付近の価格帯にまでですね下がってくる可能性があるんじゃないかなということですねまあただそうですねここの辺りの相場っていうのはやっぱり買いが入ってきやすい いいんじゃないかなとは思うんですよね。 今後の期待感っていうのは、ですねイーサムやっぱり高いと思いますので、まあ、こういったラインをですねしっかり注目して、定期的にですね、まあ、積み増していくと、まあ、この辺りまで来たら、えー、積み増していくという風な感じで、えー、まあ今はですね生還していくという風な感じでいいんじゃないかなという風にですね思っております。えー、次、XRP ですね、見ていきたいと思います。XRP に関しては今、ですね56セント、えー、60セントを割ってきましたね、もっとあのもう少しね遅いかなと思ったんですが、こんなに早いとはですねまあ、思わなかったですが、まあ、56セントまで下がってきていると。で次のポイントに関しては、50セントですね。ここ このラインもかなりり意識されておまますよね、まあ、その下の44セント付近から50セント付近ですね、大体まあこの辺りのレンジの中で、えー、かなりですね意識がされたと、売り買いもされたということですので、えー、ここでまあ下げ止まる可能性はまあ,あるんじゃないかなという,ふうに思っております。まあ、50セントぐらいまでですね、えー、下げて、一時的にこうもみ合う展開に変わってくるんじゃないかなとはですね思っております。まあ、ただ、それもですねビットコイン次第ということで、まあまあ、ビットコインはですね昨日と比べてそんなに変わっていない、イーサリでもそんなに変わっていないという状況なんですけど、やはり XRP 以降です、ね、この NEM とか、 えー、もうそうですよね大きく下げてきてもう10セントまで下がってきました、えー、この歴史的なラインはです、ね、あの割るかどうかという風な展開までなっておりまして、これ割られてしまうとかなりまずいよっていうラインなわけですよね、えー、これ割られてしまうと次の意識ポイントが8セント、でそれを割られるともうですね王族圏内に入ってきます、3セントとかですねはいそういったところまで入ってくるぐらいということなので、もう今後、ですね上げていくのに本当に数年かかるかもっていうくらいのレベルで、えー、悲観ムードになってきてるんじゃないかなとはです、ね、思っております。えー、それから、IO IOST なんかもですね1.9セントと言って言っていたところ、ですねここは下抜けていまして、今がですね1.6セントまで下がってきていると、で IOST に関しては今、ですねこの価格帯、ここでずっともみ合った価格帯で下げ止まっているという風な状況で1.5セント付近なんですよね、でここをまあ次割り込んでいくと1セントまで下がる可能性は十分考えられると、ここ一気に上がった相場がありましたので、やはりね、次のポイントとしては1セント、でそれをさらにですね下抜けてしまうと、もう急騰前の相場まで,ですね落ちてくる可能性も見えてきているということで、そのあ 当たりまでいくと、さすがにです、ね、買い仕込み時かなという,ふうに思っていますし、まあこの1セントとか、まあ、0.7セントとか、ですねそういったところでしっかりですね目標ポイントを決めて積み出していくという,ふうな感じで、やっぱり長期を見据えたですね戦略をですね立てていかないといけないかなという,ふうに思っております、でカルダノもです、ね、結局、この1点にも下がってきました、で次のポイントとしては、ですね200日同平均線にタッチする、また切り板として、ですねそれからサポートラインとしても機能する1ドルぐらいのところですね、ここが次のポイントになってくるかなということですね。 えー、そこの辺りも結構ね変われるんじゃないかなと思いますのでまあ大体いい90セントですねそれから1ドルぐらいまでのこの辺りのレンジですねこの辺りがまあ、次のです、ね、買い場になってくるんじゃないかなと思っておりますえー、次ポリカドットに関しても今日ですね大きく下げてきておりますね、えー、もうだ、えー、直近のところでダブルボトムをですねつけているという状況ですのでまあ、一旦ですね今の価格帯ここの14.5セントぐらいの水平線引いていますけれどもえー、ここここのまも、あ、み合った展開ですよねここでサポートされるかどうかという風な展開なんですがまあ、ここで反発されるとなると 大きな大きなダブルボトムが意識されてとていう風な感じになるんですが、まあ、今のですねちょっとアルトコイン市場がかなりですね資金が逃げていっているという風な状況がありますのでなかなか厳しい展開は続いていくかなという風にですね、えー、思っておりますそれからライトコインに関してもですね歴史的なラインの下限値付近ですね110ドルでここまで下がってきたら僕は買い足して少しね買い足していいんじゃないかなと思っていますでその下だと次ですね、まあ、80ドルから、まあ、88ドルとか、まあ、その辺りですよね 向いいてくるととうこでですので、まあ、歴史的なライン抜いてかなり悲観的にはなるんですけれども、まあ、そんなにです、ね、大底ではないっていうところからすると、やはりまあこういったところはですね、えー、次、もみ合ったポイントっていうのは、えー、買われてくるポイントにはです、ね、なってくるんじゃないかなと思います。やはりここは長期的な目線でですね積み出していくような戦略で、えー、まあポイントを決めて買っていくっていう風な感じですかね。で最後、クアンタムですね見ていきたいと思うんですが、クアンタムがですねかなりまずい展開になっておりまして7.5セント、歴史的なラインも超えてきて、でここのです5.5、ね、セントという風なラインですね。ここの揉み ってていサポートされていたラインも超えてきたと、でこの次となると4.5セントです、ね、ここで、まあ、加減で止まっていたポイント、でこれを抜けてしまうと、本当にもう、えー、最安値圏ですね、えー、例えば2ドル、1ドルとか、えー、そのあたりまでですね下げてくる可能性が見えてくると。まあここ ま、あここが一番出来高が多いんですね。なぜかというと、ずーっとこの推移、この価格帯でずーっと推移してきたから、ここのですね、2ドル付近っていうのは相当ですね、えー、売り買いされているわけなんですよね。なので、ま、あこういったラインまでですね、引き寄せられる可能性もあるということで、しっかりそこも踏まえたですね、戦略を立てていかないといけないかなというふうにですね、思っているところです。はい。ということでね、今日も何通かが見ましたけれども、まあ、あ総期間の状況は変わっていないということ。それからですね、今日ちょっと動きがあったポイントとしては、ビットコインよりも、他のアルトコインの方が売り込まれていると。まあ ビットコイン、イーサリアムよりもそれ以外のところがですねかなり売り込まれているという風な状況が、えーまあ、今日の展開で見えてきたかなということですねやはりさすがにですね直近アルトコインも、まあ、歴史的なラインとかね、えー、ここのライン重要だよというところを軒並み超えてきましたので一旦まあリスク回避ということでどんどんですね売りが今広がっている状況じゃないかなというふうにです、ね、思っております、まあ、そういった中でビットコインがですね直近3万ドルを超えるかどうかという風な重要な局面がですね、えーまあ、もうそろそろ近いんじゃないかなと個人的には思っておりますでそれれを割り込まれるようなな展開になって 大きく下げられるという風な状況で、ま早期間の状況がもっとさらにね深刻化するという風なえ場面もですね考えられるんじゃないかなと思います。なので、今のうちにですねここまで下がってきたらこれぐらい買い足すというようなえ戦略を長期的な目線も含めてですねやっていかないといけないかなという風にですね思っております。トレーダーの方に関しては、ですねやはり短期的にボラティリティが大きくなってくる可能性が非常に高いですので、ここから慎重にですねトレード戦略を立ててエントリーしていかないといけないかなという風にですね思っております。入ったポイントをむやみにですねえ長引いてしまうっていうのは大変危険ですので、どこで 逃げるかっていうところもそうなんですけど、どれぐらい保有するかですねあの、期間ですね、横軸もしっかり考えながら戦略を立てていくっていうのがですね非常に重要なポイントになってくるかなというふうにです、ね、思っております。ということで、えー、今日の動画はここまでにしたいと思いいまます最後までごご視聴いただきありがとうございます。